はい、皆さんこんにちは、銀ギツネです。本日はですね、こちらのソフトバケツという商品をちょっと購入しまして、思いのほか使い方良さそうだったのでちょっと紹介したくてですね、カメラ回しています。こちらの商品、折りたたみ式のバケツになってまして、このような形で収納時ですと、厚みは5センチぐらいですかね、はい、のこのようなぺちゃんこになるんですけれども、伸ばしますと結構深さもありまして、いろいろと入りそうなんですけど、はい、私の場合にはこちらのいわゆる PVC のバケツの代用として今回購入しました。この PVC のバケツでもいいんですけれども、意外と値段が高いのと、やはり強度的なところもですねちょっと不安がありますので、その点こちらですと、頑丈ということでこちらの方がいいのかなと思って、今回こちらの商品を購入してみました。で、容量的にもですね、意外といろいろ入りまして、例えばこちらのシェラカップ、ですね、はい、大きいもの1リットルのものから通常のこのサイズまでいろいろありますけども、こちらのシェラカップも何らか入りますし、はい、こういったまな板ですね、はい、こちらも普通に入ります。そしてこちらのバケツの特徴がですね、この底の水抜き穴ですね、はい、こういう形で、なので当然汚れた水とかをですね、抜くのにも容易ですし、ちょっと力のない、子供さんとかですね、女性の方でも中に水が満タンに入ったこのバケツを傾けて、排水するっていうのは、ちょっと重労働になりますけども、こちらの線を抜けばですね、簡単に汚れた水とかも抜くことができるという点も便利かなと思ってます。それからですね、こちらのバケツ、耐熱温度が80度ということなので、中に汚れた食器とか、鍋とかですね、そういったものを入れて、熱湯だとちょっと厳しいんですけれども、割と厚めのお湯を入れてつけ置きとかそういったこともですねできますので、冬場とかですとね、寒い思いせずに、洗い物というか弱洗いができるのかなと思いますし、そういう点でも便利かなと思ってます。で、何より頑丈なんですよね。PVC のバケツと違ってほぼ型崩れがしないので、で、非常に持ち運ぶのにも、安定性があっていいかなと。で、こちらの、取っても持ち手もこのような形で2本出てますので、しっかりと保持することもできるといったところも含めてですね、こちらのバケツの方が使い勝手がいいかなと考えてます。はい、ということでですね、今回紹介したこちらのソフトバケツ、興味がある方はですね、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。